見えるかな。さっき作ったやつです。ここに今これぐらいだったら中身だけが飲み物なの。嬉しい。女子会でやりたいことをみんなアンケートで書いたと思うんですけれども、はい、今日はトランプをやります。イエーイ、はい、この中ですね、やりたいことをたくさん書いた欲張りさんがこの中にいるらしいんですけど、誰、どずきちゃん、じゃあまこりちゃん、絶対違う、私トランプしか書いてない。じゃあ多分本人 の, あの意思を尊重して、じゃあ目つぶって手挙げる方式。いいよ、そうだね、はい、その誰もいないかもね。はい、せーの、せーで、はい、正解は誰、福村さんです。めっちゃ書いてる。もうね、何日間もかけてアンケート書いたからね。やばい、なんだってトランプだけだって、もう見て、今後の DVD マガジンのためにめっちゃ企画頑張ってくれてすごい。ちなみにリクエストがハロプロ20周年クイズ文化祭の模擬展、模擬展でメンバーオリジナルアイスを作る、メンバーの写真で4コマ漫画を作る、ジェンがプリクラ撮りに行く、マルコメさんに協力いただき、すごいね、マルコメさんに協力いただき、味噌汁大会。私はちなみにティーパーティーをしたいって書きました。さすがティーパーティー、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 中西さん、チンパンジー、 Repeat after me、 ティーパーティー、チンパンジー。もうでは気を取り直しまして、では今からトランプゲームを始めます。イエーイ。そしてフライウェイ。はい、決まってましょう。これこの間もやってたじゃないですか。前やったやつだった。すごいね、面白い。メロンパンの方がさ、めっちゃ笑うんだよね。めっちゃ笑う。せーの、遅い、いつも。それが怒らなくても。あー、せーの、うっさー。カエディのなんだろう、なんだろう、作ってあげたら今から。あ、確かに、お願いします。てか、いつまでもファン持ってんじゃねえぞ。そんなすごい遠くまでファン持ってんじゃねえぞ。めっちゃ声聞こえた。すごい聞こえてるよ。めっちゃ声聞こえてるよ。ね、ちゃんと見てあげてよ。じゃあせーの、3、2、1、耳がでかくなっちゃったって、これクロワッサンやないかい。あっ、面白い。心が痛いよ。よくやった、よくやった。肩のせいだから、私のせい。次やろ、次やろ。せーの、せーの。なんか動き怖い。せーの、くるさん、くるさん、長年のやつだ。くむらさんに任せてよ。くるさん、おいで。え、なに、今さ、え、パタン、パタン、パタン、なんでだよ。お前つけるのよ、なんでだよ。待って、待って、違う、じゃあちょっと待って。
ゃんと力にしようぜ。違う違う、ちょっと待って、まだで行ってこい。初めて会ったじゃん。一回出してさ、はい、はい、OK。 好きになってから自分じゃないみたい。うまく言えなくてごめんね。ねえ、よかったよ、よかったよ、よかったよ、ありがとう。元気に声が出てるんだね。よかった、聞き覚えない。あ、こんにちは。部屋と空気感が違う、なんか大人だわこっち。うん、その中下ジャジャ馬でした。ちょっとワイワイ。はい、それではまず最初に熊井さんにね、せっかく来ていただいたから、うん、この際ねちょっとこう聞きたかったけど聞けないみたいなことを、うんうん、もう聞きてよみたいなって思うんですけれども、バレてないよね。じゃあそんな石田さん、はい、何かありますか？うん、私人と頻繁に連絡を取るっていうことが苦手で、うん、こうまめに連絡する後輩とかってやっぱできる子だなって思うんですよ。私実際熊井さんの連絡先を知って前に教えていただいたのに、もう全然連絡しない後輩って大丈夫ですか？重い。私も全然連絡マメじゃない人なの。あ、本当ですか？だから全然大丈夫だよ。本当ですか？うん、なんかそう、先輩とかになんかこう何をこう、会話も特にこうなんか具体的な話がないのに送るのも面倒なやつだよなとか。なんかわかる、なんか何でもないのに来る連絡とかあるじゃん、はいはいはい、私もそれが全然できないから、はい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 、いいと思う。逆にたまに来た方が、お、ちょっと連絡くれたなとか。ちょっとしたプチメッセージを手書きでくれる方が嬉しいかも。かわいい。残るし。そうそう。あ、気持ちよさ、泣きましょう。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 バレてないよね。他にあります？赤いとかどう？今ちょっとちょっと今クワの主張でハスキーになってるんですけど、いつもすごい熊井さんに声似てるって言われるんですけど、この声でよかったなって思ったこととかってありますか？ちょっとその前にちょっと熊井ゆりなですって言ってみて。熊井ゆりなです。あ、私こういう声だもん。なんて言うんだろう、ハスキーじゃないんですけど、でも独特な声、でも言われるには似てるかもしれない。歌声とかもすごい似てるね。だからこうベリーズ工房さんの歌歌ってほしいとかもたまに言われたりとかもするんですけど、うん、そうなんだ。言われるためにすごい嬉しいなって思うんですけど、うん、なんかありますかね。でも私も自分の声正直そんな好きじゃないの。私も好きじゃない。あんまりだよね。でもね、多分似てるからこそこのなんだろう、あ、やだよね。わかりますよね。自分にとってはコンプレックスだけど、でも周りからはいい声だよねって言ってもらえたりとか、あとそれこそ歌ってると熊井ちゃんのパートがどこだかすぐ分かるっていうのがちょっと嬉しかったかな。確かに熊井さんのヒロインなのかな。ヒロインめっちゃ好きです。めっちゃ好きです。めっちゃ好き。嘘、初めて聞いた。初めて言いました。めっちゃ見てる。そうなんだ、はい、嬉しい。なんか私もこう2人パートとかでイリスを歌うときに、なんかいろんな人と声が合うねって言われて、なんかすごい透き通ってるから乗せられるんだねってすごい言われて、褒められると嬉しいなって思う。だから今はもう気にしてない、自信持っていいと思います。ありがとうございます。共感していただける方がいて嬉しいです。足が、ほんと長いなと思うんですよ。で、あゆみちゃんとよりモーニング娘。の中で足が短い担当なんですけど。そんな担当あるの？すごい、羽賀あかねちゃんがもうなんかそのまあ次世代な感じですごい足が長くて、そう、横に並ぶとすごい差がついちゃうから、ちょっと足伸ばす方法ってなんかないですか？私も聞きたいです。それか背伸びる方法。2歳の時に牛乳を1日1リットル飲んで。2歳か、もう叶わないじゃん。来世しかないです。あとは遺伝かな。パパとかも高い。そう、
父が185で母が168だから、もうみんなモデルさん体型。だから逆に私は身長を縮める方法で検索したんだけど、一個も出てこないの。あれですよ、出てこないんだ。寝る時に座って寝ると。なんか朝に伸びなんか伸びないっていう話聞いて、そうなんだ。寝るときに座って寝るの。私もそれ調べたことあるんですよ。なんすごい似たもの。私もね、なんか背伸びるのがすごい嫌な時期があって、最年少だったから、余計にこう伸びてほしくないって思って自力でめっちゃ頑張って止めてたんですけど、その時に調べたら寝る時に寝そべって寝ると起きた時って身長高くなってるじゃないですか。そうだよね、朝の方が伸びるっていうもんね。でも座ってなるとそれがなくなるから背はちっちゃく見えるんじゃないですかみたいなことが書いてあって、やろうとは思わなかったですけど。座って寝る今からでも遅くないかな。今はそれが武器にめちゃめちゃ武器ないでしょ。そうだよね。身長に関してなんですけど、熊井さんが立った時と私が立った時って熊井さんの視界に私って入ります。どうなの？ちょっと気になってて、あれなんだっけ、ビリーズのライブでさ、はい、まだ研修生だった時に出てくれたじゃん、はい、その時に一緒に踊ってたけど、はい、ごめん正直見えてなかった。何センチぐらいだったの？その時はまだ本当に今147なんですけど、144とか5とかだった、小学生とかだったよね。そうです、小学生です。だよね、本当意識して見てないと。私もヒール履いてたから、はい、あそっか。本当そう。なんかすっちゃかめっちゃかの時に熊井さんとこう目合わせるところがあったんですよ。その時に多分熊井さんはこう見てくださってる、私はこう見てくださってる。首つりそうだったよ。私もだいぶ下向いてたから。あの立ってあれやってませんですか、あのベリーズさんの。あー、スペシャル。あー、スペシャル。レアだ、レアだ。失礼します。失礼します。今ね、今やばい。大丈夫かな、カメラさん。失礼します。フレーム入ってます、私たち。失礼します。かわいい。食べない、食べない。肩も届いてない。肩だよ。腰が肩。よかった。じゃあ本当に改めて熊井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。